毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。さあではね、頂上やりましょうか。クールさん先生取った。スキルモードね、スキルモード久しぶりやな。なんか久しぶりに来てる気するけど、そんなことないんかな。スキルかアテナゼロ、スキル、スキルアテナか。ゼロはアテナのスキルでバフ解除できますからね。テリーとネームレスはテリーにしとこう。結構ちょっと微妙だけどね。出たハオマル、ハオマルとリンはあかんてマジで。あ、シェンや。でもお、シェンとアーデルか、シェンとアーデルか。なるほど、面白い選択っすね。それはシェンは置こう、強いから。ただハオマルいるからね、割と警戒せなあかん。でラモン捨てて、やられたらオロチアシロかな。これもうシェン置くんやったらシェン守らなあかんからね、完璧に。なのでそうやな、ロチアシロ出すとしたらもうテリーも置いとっていいかな。こういこう、まずラモン捨てます。ラモンはもう地雷なんでね、これはマジで地雷ラモン。うん、アテナに飛んでいった。あー、ちょい下げるか。でもラモンこれね、次アテナ調整できるかな。シェンが強いからね、これどうしても。これテリーも名前はどう？調整できた？よしよしよし。シェンがどうしても強いから倒してしまうんですよね。ここハオマルワンチャンゲージ溜まってるけど、あ、ちょいはしゃあない。ハオマルワンチャン溜まってない。よし、これでうん、セントレスさんはまあどっちにしろテリーかシェンが出るからね。シェン下げた。ほなもうオロチアシロでもいいでしょう、ここはね。アーデルハイドありやな。でもテリーぶっぱしてアーデルハイド、あー、でももう一旦硬くなれるから、まあオロチアシロかな。こういっとこう、オロチはこっち。ほんでテリーね、これこっちやな、こっちっすわ。ハオマルダメージ取れるんで、うん、結構取った。ほんでここはとりあえずテリーでしばいて、リンっすね。リン、リンやっぱ強いから極力ダメージ取っておきたい。ゼロの防御ダウンはオロチアシロにはあんまり有効ではないからね。結局ダメゲン上げてるから防御力とは別のバフなんですよね。さあ毒が、ただ毒は強いな。うん、リン、わー結構減るか。でもそんだけ打たれたらやばいか、そんだけ打たれたらこのクソ硬いオロチアシロでもやばいか。うわーマジか、一ターンでやられる。うわー、オロヤシ一ターンはちょっと辛いね。そうか、シェン打てるんですけどね、シェン打てるから、まあアテナ出しとくか。アテナ使おう。シェンはでも次のターン使います。一旦下げといてバフ解除してからのシェン。まあでもここでセンプレツダンでシェンの怒り下げられますけどね。あれゼロ溜まるの、うせやん。マジっすか、ゼロ。うわー、シェンに来るな、旋風列弾。ですよね。テリー結構ゲージ溜まったね、今。じゃあもうここはロバートでハオマル倒しに行くしかない。こう、こう行きましょうか。いや、ロバートも前にしよう。こう言っときます。どっちがいいかな、こっちかな。ハオ症候権使っていく。んで、このハオマルは とりあえず倒しといて。うわ、マジ今の。マジか。これで旋風列弾は怖くない。右京さん。右京さん、ささみゆき。ここはね、アテナが生きてくれたらいいけど、無理か。毒が強いか。生きろ！ワンチャン！うわー、ワンチャンなかった。まあ、しゃあない。でもここはもうアーデルハイドでいきましょうか。前は、シェンは置いている方がいいか。どっちかな？テリーはもちろん後列っすね。こっちの方がいいかな。アーディロ残そう。ちょっと難しい選択ですけど。チェンはこっち。うわー、なんで生きるのそれ。マジっすか。バスタルフこっちか、じゃあ。今の右京さん生きるみたいな。さあ、アーディロ。おー、いいねー。ってことは、こうかな。こうや。これで、こうっすね。いけるよ。いけるよね。うおー、いけた。結構これ殴り合いやったでしょ。向こうもハオマルとね、リンとネームレスで。
強キャラいたんですけどね、なんとか、シェンで押し切ったという感じかな。はい、では頂上決戦続きやりましょう。スキルモードいきましょう。ヨッケさんね、先生取られたね。スキルは先生大事なんですけどね。ハイデルンと、あ、これむずいな。タクマとヒナコね、スキル。ヒナコか。まあ、どっちでもいいけどね。あー、これかやめろ、ロバート。暴走取りました。ロバート出たら終わる。やめてくれ、マジで。やめて。やめてやめて、ほんまやめて。あー、最悪や、もう。しかも、リンって。うせえ、あ、マキはでも。なるほど。マキと、ロバートか。うわー、これはリョウ取ってたら勝てたな。マキとリョウやからね。暴走取ったんですけどね。いやー、これもうリュウコが強すぎるわ。スキルモードやしな。まあ、ヒナコですよね。ヒナコ置いて。厳しいなー。お、リュウコ置いてない。ってことは全滅狙おう。リュウコいなかったら全滅狙っていこう。件数はゲージ溜まりましたね。このまま行って。でもここでね、タクマを下げられたやばいんで、ちょっとバッドに行こう。バッドで。最後だけパーフェクト。タクマ下げられたら結構やばいんですよね。あ、じゃあ下げるじゃない。このまま来られたらね。そうそう、このまま来ましたよね。わー、これやばいな。リュウコなんでもうこう行くしかないもんな。これ使っても使わなくてもタクマ倒すわ。でも使っていこう。これで、リンですね、下げるキャラ。リン。怒りダウンとダメージ。いや、リュウコ来るよね。あ、リュウコ出されへんか。そうか。片方しかいないから出されへんな。これじゃあ片方ずつ倒していけばリュウコ出せないってことになりますね。一体ずつ倒していったら。それはチャンスやな。お、これはチャンスですよね。そしたら、ここはもうゼロ行こう。ゼロ行って、さっきゼロっすね。ゼロからの巻き。うん、件数も使いましょう。肉まん食っていきます。で、このアテナは、できれば倒したくない。倒さず済むよね。これで調整しながら。あー、これなら2体倒さなあかんかな。1体ずつ倒せば、リュウコを阻止できそうなんですけどね。リン来た。お、件数倒してくれる？件数を倒してくれる。ゼロは耐えてほしいな。あー、バフ消しされた。ゼロ。耐えるけど、ここは、リュウコが来るから、それかもう一気に行くのもありっちゃありやな。リュウコか。むずいよね。まあ、こう言っとこう。で、ユリがこれね、ユリ倒しそうやな。どう？先に暴走打っとこう。こうか。こうやね。こうかな。これでリョウ出されても、リョウじゃない、ロバート出されてもリュウコ出せないからね。で、今3体倒したでしょ？これならいけるんじゃない？マキがいるから。俺使わない。マジで。いいんですか？それ。それは大チャンス。ていうか、リョウ倒せるでしょ？これ。大チャンスですね。これでいこう。ネームレスと、マキは、いや、こうか。こうやな。こう行きましょう。で、ここはね、覇王昇降剣まず、こっちですね。ほんで、これ、リョウの怒り下げれますからね。どっち打つ方がいいんかな？麻痺があるから、暴走打つ方がいいか。麻痺がある分。こっちやね。お、麻痺した。よしよしよし。で、ここは怒りダウンはもちろん、量っすね。こういって。あー、でもこれ、リン叩いとくのもありやな。一発殴っとこう。で、怒りダウンは量。ロバートに撃たれたら、そういえば、状態上解除あったな。ロバートに撃たれたら、量が状態上解除するんで。あとこれとロバートか。マネッサとロバート。しかし、今量下げたから必殺は撃てないんですよね。バネッサでこれ、暴走ゲージ溜まる可能性ある。バネッサで溜まる可能性あるね。クリティカル、溜まれ！よいしょー！ロバートが巻きに来ても、いけますよね。暴走、あ、そっち？優しいな。えらい優しい。それは、撃てないでしょ、もう。
今の完璧にマキに打たないとダメでしょ。こっちとしてはラッキーやけどね。うん、マキ復活するだけなんで。ほんでここはハイデロン行くしかない。そうやね、千鶴。まあこれでいいかな。暴走から暴走、ハイデロン、リン不必殺耐性入っとる。嘘やん、これリン絶対倒さなあかんな。だからこういこうか。こうやね。でこういって、うん、リンは倒しておく。ここで量はネームですか。ガード、よっしゃ、ガードした。しかしロバートと、これがやばい。スキル確定がやばい。これが非常にやばい。これ倒せるかな、リョウ。どう、リョウを倒せる。あかん。次、しかし次必殺打てる。ロバート溜まってないでしょ、まだ。うわー、溜まってやがる。嘘やん、溜まってた。やばいな、めまい。いけろ。うわー、やべー、マジっすか。まだでも、まだ、量は打てない。ここでロバート倒せばいけるか。倒せるやろ。倒せるやろ。ネームレス、火力高え。いけた？いけたー！有効に勝った。しかもスキルモードなんでね、だいぶ危なかったな。まあ、暴走と魔気で、なんとかいけましたね。マジでギリギリやったけど。いや、接戦やったな。ほんまに非常に危なかったけど、なんとかね、制することができました。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。